まあさ、でも医学的な常識的にはそう言うけど、自分の体験とすればやっぱり頑張んなきゃ鬱は治んないよ。そうですよね。うん、やっぱり真剣にその頑張って商題とかさ、歯食いしばってやんなかったら脱出できっこないよ。そういうの知らない医学の世界だから、その頑張れ頑張れって言うといけないよとか、本人にプレッシャーかかっちゃうよってそう言うけなんですど、よ。じゃあ別に普通に生きててさ、うつが治るかっつったら治んねえよ。やっぱり本気でやんなきゃ。どっかやっぱりそこはね、このご法然に対しての本気さなかったら全ては開きませんよ。そうですね。お寺行きましょうとか、そういう、信心の方向に行きましょうみたいな、には言わないといいですね。よおね。寺、やっぱりね。少しでもお寺一緒に行ってお題目唱えましょうよとかね。そういう時は開くわけやないもんそうな。ですね、そこ。まあ、若だ干かそうら、あですんね。まりこう医学常識に、そう、我々、少数信徒はさ、そんなにこだわる必要ないと思うんだよね。ご本尊様がいらっしゃるんだっていう、そうですもね。う、芸家様のやっぱご指南を読んできゃ、そういう大確信だよ。うちのこと言ってんじゃないと、ご本尊様がいらっしゃるんだ、なんでも叶うんだっていうね、こういうやっぱ勢いを、やっぱ必要だと思うんだよね。そうすると相手も、その、結局、こう、理由にしていくんだよね。病気を理由、なんとかを理由。ということは平成6年かってことか、そうですね。5、6年の頃ってこね、とそこがね。一番激しい時でしたね。なるほど。じゃあ、まあ、要するに日蓮宗そのものってのはもうまるっきり知らない世代ってことだよね。おそらく知らない。あ、おそらくも何も創価学会っていそう、うですね。創価学会で入ってる。そうですね。はい。で、まあ、またこの世で一番悪い宗教が日蓮宗なんだと、そういうふうに教わってる世代ですよ。極悪日研修っていうね。そうですね。それを、すみません。昨日も実は、ずっと、そういう話を、いただいて、なるほど。帰り、2時間ぐらい車で。なるほどやっね。ぱり、本人としては、やっぱりそういう教えを聞いてるので、もう、やっぱりそういう、認識です。なるほど。じゃあ、私も言ってましたんで。じゃあ今も要は、今も、はい。日蓮宗っていうか、まあ、大瀬寺の信仰というのは、もうおかしいところだと、この世で一番曲がった宗教だと、そういうような感覚ですかね。ですよね。まあ、そりゃそうですよ。平成5年の、学会からっていえば、比較しようがないからね。この辺の人たちは比較ができたわけですよ。日蓮宗時代も知ってるし、で、学会が破門された後も味わってるもんだから、あれっていう、そところのは感じ感じてくるわけだよ。まあ、その、まだ平成5年の頃はこの人たちだって思いっきり、打倒日蓮って言って、商代会、まあ、彼女がやんなかったって言ったけど、手、旗振ってた方ですよね。だけど、あと何年か経ってくると、言うほど学会って正しいのかっていうふうにだんだん気がついてきて、で、かつて日蓮宗創価学会時代ってどうだったっけなっていう、その正しかった時代よね。で、こう比較できるじゃないですか。そうですね。あの頃はなんかもっと歓喜があったよねとかさ、あの頃はもっとその功徳があったよねとかっていうので、だんだんちょっとこう少しずつ執着が、もしかしてっていうような感じで、まあ、結局ネット見たわけですよね。そうすると、まあ、かねてから僕がずっと、その創価はこうだこうだと、まあ、競技場もおかしいし、今は生活もみんなおかしくなってるしっていうのを、まあ、みんな見始めて、で、まあ、目覚めてきたっていうね。だけど、平成2年以降に学会入った人たちっていうのは、比較できないわけだよ。そこがね、あれだよね。お母さんだって、その前を知ってるんだもんね。いや、14年だと、あ、平成14年。でもそこは、すぐもう三日月になっちゃったから、ああ、そうか、そう15か。年は、そうすると、日研修ってワードも、そんなに聞かないんですよ。あ、あで、んまりいいこう、と刷りか込もまれて悪いとかも、教育もされないし、創価新報とか、あと、地区協議会とかに出ると、結構そういうワードは出るんですけど、それ以外の座談会とか、
に関しては日常聞かないんですよ。だから誤解してたんですけど、だからと日研修っていうのは、前も言ったと思いますけど、創価学会とか検証会とかそういう並びの宗教だと思ったぐらいだったんですうんうん、うん、まさか、うん、ご祖承認の名前がそういうふうに使われてることとは夢にも思ってなかったぐらいの世代、ね、なるほどなるほど、でもあなた様の場合はもろに日研っていう方を、そうですね、日研修、日研修で、その日研承認っていう方が極悪なんだっていうイメージでいらっしゃるわけだよね、うん、なるほど、まあね、大変ですよね、そのお気持ちの心をね、どうその解きほぐしていくかっていうのは、まあ難しい、まあそもそも会ったことがないってことは一つは言えますよね、日研承認自体に。その触れたことが一度もない。そうですね。5年じゃね。多分平成5年。学会のそういうビデオだとか、まあ当時 DVD だとか、そういう、まあ、会合で見せられる悪いイメージ、うん、悪い加工した、映像も加工したイメージ、うん、それしかも平成10年でしたっけ、小本堂が取り壊されるだとか、はい、そういう、まあ今 YouTube でも出てますけども、うん、そういうものを散々見せられてきたし、自分もそういうのを見てきたし、自分は生で壊してるところも見に行ったんで、余計、あ、本当にやってるっていうショックも私もありました、やっぱり当時は、うん、じゃあ、まずね、その、どうして、どういう気持ちでいた人が、なんで今、日蓮宗中に来てるのかのね、そうですね、あ、体験も踏まえ、お話をお願いしますよ。はい、まあ、せっかくね、縁あって来たんだから、こっちはね、やっぱりみんな学会だったわけですよ。うん、私もそうだし、彼も、まあ、検証会の人もいるけど、まあ、学会。で、なんで学会にそのままいなかったのか、でどうして日蓮宗宗をあえて選んだのかっていう、そこだけはさ、体験談として聞いてっていただければ、ね、何かのまた今後の、ご自分がね、何かを試作する、考える、人生を選ぶ大きなまた要素になると思うのよ、ね、だから押し付けたりはしないから、まあ彼らがなんで、彼なんかバリバリそうだよね、バリバリ男子部でやってきて、今はもう自然少女バリバリやってる、彼女なんかは地区婦人部長ですよ、去年まで地区婦人部長やってた現役でもう現場で動き回ってた人が、今は日蓮宗宗来て若返ったし、体も健康になってきちゃったしね、間違いなく変化してきてるんですね。だそういう体験はさ、聞いていただければいいかなと思う、うん、じゃあね、はい、ちょうどバリバリ連れ